中国から届く謎の種。リカ、自宅にこんなものが届いたんだが、何か知っているか？これは種ですね。種？一体何の種だ？それがよく分かっていないんです。注文していないのによくわからない種が自宅に届くのは怖いな。しかも国内じゃなくて中国から発送されているぞ。どうなっているんだ？この謎の種が入った郵便物は日本やイギリス、そしてアメリカの各地でも確認されています。注文した覚えのない種が送られてくるため、各国政府は開封して植えないようにと注意喚起しています。ところがアメリカに住む男性がすでに謎の種を植えてしまっていたんです。なんだって？その後、謎の種がどうなったのか、種を植えた男性の話を聞いてみましょう。私の家に種が届いたのは、政府が注意喚起をする少し前だった。中国から届いたもののようで、ラベルにはピアスって書いてあったよ。私たち家族はこの種が何なのか興味があって、庭に撒いてみたんだ。2週間おきに成長を見に来ていたんだが、奇跡的に芽が出て、その後狂ったように成長しだしたんだ。このことを知った農務省のスタッフが、この植物の研究のために全て取り除いていったよ。これらの種は外来種の雑草、害虫などを国内に侵入させる可能性があり、作物や植物などに悪影響を及ぼす懸念があります。興味本位でも植えないようにしましょう。狂ったように成長する謎の種とか怖すぎるだろう。種の正体が外来種の雑草と分かってよかった。まだ安心はできません。え？届く種の種類は同じではないんです。今回は雑草の種でしたが、その他にも14種類確認されています。そんなにあるのか。でもなんで種が届くようになったんだろう。アメリカの農務省は次のように述べています。これらの種は比較的安い商品を相手の同意なしに送りつけ、郵便物の差出人が受け取り人を装い、通販サイトに偽の高評価のレビューを書き込むブラッシング詐欺の可能性があります。高評価を得ることで販売業者の評判が上がり、その後の注文につながります。販売業者は顧客の名前や住所などの情報を探し出し、勝手に本人になりすましてアカウントを作成することになり、これは個人情報が盗まれていることと同じです。口座番号などの個人情報を盗む詐欺とは異なりますが、謎の種を受け取った場合、念のため銀行口座やクレジットカードの使用状況などを確認しましょう。知らない間に自分たちの住所が詐欺に利用されているかもしれないなんて考えもしなかったよ。もし注文した覚えのない種が届いたら、開封せずに近くの郵便局に届けるか、植物防疫所に相談しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。